梅井くん、てっぺん優勝おめでとうということでね、配信はできなかったんですけど、見てました、ちゃんと。まあ、一戦ずつなんで、まあ、このプレイが良かった、このプレイがなんか、勝負を決めたみたいなのはちょっとよくわかんないですけど、いやー、まあ、とりあえず嬉しいですね。なんか、大会勢が率いるチームじゃなくて、っていうところもなんかすごい、野良てっぺんらしさを感じて、まあなんかいい大会だったんじゃないかなって思います。何よりね、なんかいいなって思ったのが編成の軸がブレてなかったんだよね。やっぱ大会勢が組むチームだと、まあ僕もそうだったんですけど、結構いろんな編成やろうとしちゃったんですよ。強編成を、まあ、強いからっつって、まあ、いろいろ押し付けてって、まあその編成に理解がない人とか、4人もいたら絶対1人はいるわけで、口では分かってて頭では分かっててもみたいな、たくさんやってないから真のところで理解ができないみたいなところは結構あると思うんで、まあ、そういうところの差まであったんじゃないかなと思います。ムメ君たちは結構レムアスナで、まあ、軸を組んでたんで、まあ、自分が慣れてるキャラっていうのもあって、まあ、すごい安定しましたね。迷いがない感じがしたんで、まあ確かにそういうのもいいよな。誰かに合わせて組むっていうのは結構大事かなって思いましたね。いや、ルチアーノ軸どうやって詰めよう。まあ、コクリコがなんかいろいろ頑張ってくれたら嬉しいんですけど、一番後ろにいるのはちょっと良くないね。まあ待ちだな。あ、今やったけど、これタイマー仕掛けてみるか。で、リコが来てるんで、家が張って突っ込んで、ダッシュ入れてくれてる。ナイス。これこのまま行こう。押して押して。周囲に王瀬でもワンチャンあり。あらあらあら。これは？いけるか？いけたらすごいね。ナイスナイスナイス。うわー、いい王政。ナイスナイスナイス。いいね。ダメか張ってんのも偉いね。頑張ってる。まあ、あとは僕が前張ってあげて。判定者怖いんで。こっちやな。まあ、イスタカだけ抑えとけば大丈夫かな。はい、硬直に朱入れて、まあ、僕らは逃げるだけなんで、まあ楽かなって感じなんですけど、はい、飛ばしてやれねえか。 OK、 いいね。まあ今日はちょっとレム使ってるんですけど、まだまだ強いね。周囲の内容結構変えれたのも良かったんじゃないかなって思うんですけど、号令入れたり、まあ、週刊の週刊だったり、まあ、家側じゃなくて白虎だったりって、白虎使ってたよね一回。え、使ってたよね。誰が使ってたっけ。え、俺の気のせい。え、使ってたよね。さあ2戦目やっていきますよ。いや、なんかアスナいたからキリアスとかかなって思ったんですけど、まさかのキリレムアスナっていうね。なんかまた、俺らもレムアスナっていうね。えっていう。びっくりしたわ。そういう編成の話をしてたわけじゃないんですけど。まあでもなんか思ったのは耐久も多かったよね。まあなんだかんだ耐久側が負けてることもあったんですけど。何しに行ったんだ。うわー、桃鍋貫通した気持ちいい。それ引かないとやばいで。はい、ちょっと怪しいんで自陣を安定させてからいきましょう。
あ、来ない。オッケー。まあ、貯めればワンチャンあるかなって思うけど、相手の HS もかなり強いね。まあ、罠軸に変に前行かずに行きたいね。マスナーは正直裏からバグド倒してくれるとだいぶ楽かな。ポロロッチョは別に放置でいいんで、まあ、リンネと一緒にラムをやれたらでかいんですけど、まあ野良なんでね、野良てっぺんじゃなくてガチ野良なんで、まあ多分上から行くとは思うんですけど、まあ、マジスク入れてくれれば全然それはそれでいいんだけどね。正味これにエーガー吐きたくない。あー取れた、ナイス。そのヘイトは良かった。まあどっかで死んでもいいね。オッケー。だって家が入ってるんで、あやって待って、避ける方向が間違えた。うわ後ろでよかった。え、輪に中ぞ。あれ、あれれれれ、まだ収穫のあるから触ってほしいな。オッケー、取れてる。なんだ、オッケー、いてー、え、貫通すんだけど。何このゲーム。ナイスやれば。まあ復帰で HS で勝ちかな。なんか可能に入ってんだけど。ナイス。OK。よし。でも最後縁切りバグって吐いてる最中に判定入ったけど、何だったんだろう。まあ勝てたんでよかったです。最後はちょっと変わったデッキやっていきたいと思います。まあダメか回復は積んでるんで許されるはずなんですけど、相手の編成がしんどいな。え、マジしんどい。どうしよう。アタッカーさんだね。まあ、これ一旦 C でいいかな。いや味方も C と僕の方が早いんですよね。うん、相手マリアいたっけ。マリアいるから家が張っとくか。さっきアミドは多いですからね。うん、まあ、アミドは使ってる人が強いんで、まあ変に真似されても困るんですけど、まあ、普通に使った方が強いっていうのは知っといてほしいね。うん、普通に使っても強い人が、まあ、アミドは使っても強いって感じなんで、基本からやってほしいところであるんですけど、まあ、最終的に相手のデッキが分かんなくなってしまった。ドーン、うわー、ボカマジ。家側中にクレールしちゃダメだろ。危ない。可能に誘おうかなって思ったんですけど、裏から回るか。無名君リスペクトで緑耳積んでます。まあ、フェイトを待っていて、サクラが手に入らなかった無名君なんですけど、フェイトはいつ来るのでしょうか。まあ緑の回復は結構貴重ですからな。ギアメーカー、まあ今更ギリギアに入れる人はなかなかいないと思うんで、まあかなりお金もかかるんでね、他のコラボに比べて。そっち行ってくれるのはありがたい。可能に吐かせたらでかい。それミリだったから。お、吐くんだ。いやー、これ HS 明かされるかな。なんとか耐えれないかな。耐えれそう。OK。コフィンもらうから、あそこはね、HS 飽きたくなかったんだよね。家側が。うん。
嘘。これレンジ履けないですよね。まあ吐くしかないな。いやアダムが偉い。これはコフィン来るかな。コフィン吐いた。さあ味方は入れるのか。入れなさそう。うーん、いや相手のアダムのコフィンの位置が偉いな。ちゃんとね真ん中の通路を塞ぐ形にして入ってたんで、セリアが HA で入れないんですよね。いや最後まで可能音を持ってたのが偉かったね。 HA フェイントして歩く。いやどうだろう、 HA フェイントして一旦引かせてギリギリで桜で入るが正解だったかな。桜じゃなくてミミミなんで、まあ、その後死んじゃう可能性はあるんですけどはい、まあ、そんな感じでね、レム使っていきました。本当にね、おめでたいですね。スプリントアイコンなんで僕めっちゃ欲しかったんですけど、いくらで売ってくれるかなあれ。いや本当におめでたいということで、また来週もね、来週じゃねえわ、次のシーズンアダムシーズンなんでね、まあできればランカー取りたいね。まあ環境が良ければ金アイコンも狙っていきたいので、ぜひね、皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。